DeNA は本拠地での成績が11勝21敗、本拠地以外の球場成績が23勝12敗となった。中日は3連敗が濃厚になる。ホーム10負け越してるのに、OPS はちゃんと稼ぐの意味わからなすぎる。ホームで借金10とメタメタに負け越してるけど、ホーム OPS はリーグトップ。打てなくて負けた試合の印象が強いけど、ここ数年は、極度の投稿打勢だから、チーム成績にダイレクトに反映されるのはやっぱり投手力なんよな。OPS ではこの怪奇現象を説明できない。というか、はよ借金10返済しなさいよ。本拠地で OPS1 位で借金10作るの、逆に凄技なのではないか。米ホームビジター、OPS 変わらんくせに、投手防御率の差とかでこれだけ差がつくのおかしいて。ビジターの方が強いチームは、その理由は何なんやろ。ホームで借金10して、ビジターで貯金10するチームとかわけわからん。ハマスタ18連勝して、記録更新してくれないかな。完全無欠の外弁系 DeNA。ヒンダいうファンいるが、打線は案外いいんだよな。D に関して、OPS が同じだからもうちょい良化はしそうな気がする。打者有利で、OPS 同じなのはあれやが。ビジターで最強の球団がホームで半分も勝てない？明らかに異常じゃねえか。OPS は高いんよね。ベイスターズさんはハマスタ嫌いなんすか？本拠地でもっと勝ってくださいよ。本拠地が最大の壁。中日は勝負の3年目だというのに、もうシーズンも中盤に入っているのに、未だにスタメンや打順をコロコロ変えながら迷走しているんじゃ話にならんやろ。にしても立浪は、本当に行き当たりばったりの采配ばかりで迷走しかしない。いい加減にしてくれ。もう就任3年目の半分終わったくらいやぞ。打つ方はなんともならないし、投げる方すらリーグ4位だし、連続最下位だし、立浪が来てから余計ひどいことになっとるやないか。来年のためには徹底的に負けて解任させるのが、立て直しの一番近道なのでは？自分からは絶対にやめなさそうだし。